ただいまから祝公会例会を開会いたします。まずはじめに麻生太郎会長からご挨拶です。最後にこの祝公会の例会をさせていただいたのは総裁選挙の終わった直後のあの打ち上げ以来だと思います。久しぶりでお目にかかるかと思いますが、いよいよ昨日より第197回国会が開会されました。はい、第1回国会いつ本当知ってる人っていないんだよね。みんな明治27年とか言ってるけど、そう新憲法下で昭和22年帝国議会が明治22年ですが、新憲法下で昭和22年の5月に第1回国会が召集されて、それが第1回以来数えて197回。ちょっと国会議員だとそれから記憶しておいた方がいいと思います。いずれにしてもこの国会が197回になるんですが、昨日所信表明が行われております。いよいよいわゆる今国会が参戦後、安倍、総裁参戦後のいわゆる国会ということになるんだと思いますが、この国会の中において我々はいろいろやらないかことがいっぱいありますが、なんといっても今年はとにかく災害の多い年だったということは、もう被災された方、関係者の方々もここにいらっしゃいますが、この問題を早急に片付けねばならんということで、まずは補正予算の審議から入らせていただきます。約9300億、400億の金を積んでやらせていただきますけれども、その他まだ今から台風というのは今からまだまだ来る可能性がありますので、もう太平洋に第26号が起きてますので、そういった意味では引き続きこれをやっていくにしても、まずはこの予算できちんと取り上げると、早急にこれをやって一日も早く被災された方々への対応をやっていかねばならぬと思っています。次に総裁選挙終わった後の人事が行われております。ご存知の通りです。我々としては今日5月過ぎですけれども、甘利選対本部長が選挙本部長と言われたのが選挙対策委員長に党四役として選ばれております。来年の参議院選挙、またいわゆる統一地方選挙等々いくつかの選挙を控えておりますので、そういった意味においては非常に我々としては期待をする方がなられたと思って大変ありがたいと思っております。また今日ご指摘いただきましたけれども、初めて原田環境大臣が環境大臣に就任されております。おめでとうございます。岩谷先生も防衛団地団長です。どうもありがとうございます。もう負傷しておられるかも失礼しても途中で覚えたときになりますけれども、我々としては引き続き志向会というのはこの安倍政権のど真ん中で支えていくということを申し上げてきましたけれども、副大臣、政務官、新しく就任された方もお見えですし、委員長になられた方々、また各委員会の理事、筆頭理事等々、いろいろ引き受けていただいた方、これ大勢お見えですけども、我々は新たに責任がさらに大きくなったという自覚を持ってきちんと対応していただくように心からお願いを申し上げておきたいと存じます。いずれにしてもこの臨時国会から税制改正にまずスタートして、いろいろ税制改正があるのはご存知の通りですが、その後に予算編成が続いていきますし、その後は予算審議が始まって、そしてご存知のようにいわゆる統一地方選挙があって、参議院というように通常選挙が続いておりますので、参議院の改選挙の方々もこの会には大勢おられますけど、皆さん方の選挙を含めて我々きちんと対応していかねばなりませんので、この通常国会から来年の7月までずっと一連のものがつながっているという自覚でやっていただければならんだと思っております。いずれにいたしましても我々としてはいろんな役職をいただいた上、我々としての責任はさらに大きくなったという自覚なきゃきっちり腹に収めて対応していただくようにお願い申し上げてご挨拶に帰ります。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは